はいはい、日曜日の朝から元気だぞ。始まりました、水&遠いに聞かせてチャンネル。 MC の大川遠い、そして水さんこと大塚水江です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今日もおすすめからこのチャンネル来ていただいたという方、このチャンネルでは声優をはじめとして YouTuber や TikToker やあと芸人さんなどを迎えてもう根掘り葉掘り聞いちゃおうというそういう動画をお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録をまずはよろしくお願いいたします。はい。そして、今回もゲストの方お呼びしてるんですけれども、もう水さんちょっと大興奮だよね、私たち、ね、そうそう今回もね、とんでもないゲストに来ていただいておりますので、なんでこの方出ていただけることになったのかとか、どういうね、水さんとはどういう関係なのかとかっていう話も出ていただいてから、出てきていただいてから伺えたらと思いますので、はい、はい、早速お呼びしてみようと思います。いきます。今回のゲストはこの方です。はいはい、日曜日の朝から元気だぞ、山口カッペです。はい、よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。どうもどうも、すいません、大事なお時間本当に来ていただいてありがとうございます。いやいやいや、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、今回カッペさん来ていただけるっていうことになりましたが、いきさつというか、水さんとはどういう関係なんでしょうか。ちょっと伺ってもいいですか。最初は私んちかな。そうですね。でもね、カッペさん実は私んちの前にお会いしてたことあるんだけど。え、なになになに。でも私ちょい役だったから、APU の何かでご一緒したことがあったんですけど。ちょい具体的。あ、そうだったんですね。はい、そうだから、ちょうど私んちの時がね、坂口大ちゃんがやってるゆず彦と、僕のやってる藤野と、那須を。那須を。3人お友達だったんですよ。よくしょっちゅう出てたんだよね、一緒に。なんかそこで話すようになって、はい。で、今回出ていただけることになったのは、でも私カッペさんにね、ちょっと謝らなくちゃいけないことがあるんです。なんすか。この YouTube 始まってもうすぐカッペさんに甘えようと思って、カッペさんってメールしたんですよ、出てくださいって。そしたらカッペさん多分お忙しくてお返事がいただけなくて私は勝手にカッペさん、こんな弱小チャンネルには出ていただけないんだって、もうしょんぼりして。実はね、龍之介くんに、息子さんの龍之介くんにこのチャンネル出ていただいて、はいはいはい、出ましたね、はいはいはい、ありがとうございます。すっごい回った時も、じゃあ龍之介くん、カッペさんにも出てもらえるか聞いてもらえるかなって、ここまで出てたんだけど、でもな、カッペさんはどうせ出てくれないんだよなってすごいたくさん出ててちょっとで、この前ばったりね、その龍之介くんのお芝居を見に行った時に、カッペさんにばったりお会いして、そうそうそう、ご本人にお会いしたし、これもダメ元で聞こうと思って、カッペさんダメだと思うんですけど、すごい劇場の前で捕まったのこのご時世だから、芝居見たらそそくさと帰ろうとしてたら劇場の前で力いっぱいカッペさんって呼ばれて、もうここでかよみたいな嫌がられてるじゃないですか、水さん。ちょっともうここで捕まえないと、もう二度と会えないかもぐらい思って、実はってダメだと思うけどって言ったら、はいはい、いいよいいよっていうね、いきさつでした。はい、そういういきさつですね。なるほど。いやいや、もうそれは若干のね、ご迷惑もおかけしつつですが本当に、いやいやいや、そんなことです。嬉しく思っております、ありがとうございます。いえいえ、さっきちらっと話にも上がりましたが、このチャンネル、龍之介くんにも出ていただいたことがありまして、はいはい、もうその説はお世話になりまして、いやいや、こちらこそ本当にもう何度もありがとうございますっていう感じなんですけれども、あれですよね、今後ろが金屏風みたいな感じですごく素敵なんですが、はい、はい、これ自分家のね、一部屋ですけれども、はい、でもこれもほとんどリビングに面してるんで、生活音ガンガン入ってくると思いますよじゃあそれ1枚取ると、もう例えば龍之介くんがいたりとかっていう形で、ご家族の皆さん、龍は今自分の部屋にいますね。あ、すごい、なんか、うん、そういう感じなんですね。笑った顔が本当うり二つぐらいに似ていらっしゃってそうそうそう、ね、そんなに思ってなかったんですけどね、最近自分が若い時のデビューした頃の写真とか見ると、はい、ちょうど今のなんか龍に似てるなっていうか、龍の方がやっぱ背も高いし、今風の子だからね。あ、龍いるよ今ここに。あ、え、龍本当ですか。うん、わあ、なんかすごい、ご無沙汰しております。うわ、すごいすごいツーショットだこれ。
その説はありがとうございました。今日はあのお父様に出ていただいております。あのおかげさまでというかもう大好評で、うちの中でも本当に何みたいですね、そう何位かに上がるぐらいの再生数で、そうなんですよ、ありがとうございます。あっちゅう間に抜かれますよ、うん、いや急に急にすいません出ていただいて、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。やっぱり一緒に生活されてるんだ。確かに確かに一緒に生活してるんですよ。まだまだって言ってもだって龍之介くんまだ20代だもんね。もうそろそろね20後半とかもう20も終わりなんでね。じゃあ独り立ちしてほしいですか。出てったら寂しいでしょ。いやいや、まあそうかもしんないけどね、やっぱちょっともうねそろそろとか思うとかありますよね。その辺はあの龍之介くんはどういう感じなんですか。うん、どうなのかね。龍はまだ多分居心地いいんで当然いるんじゃないですか。いやもうだって山口家居心地良さそうですもんね。そうなんかもう仲がいいのが本当に伝わってきますもんね。しかもね龍之介くんがすごくお父さんを尊敬してるっていうねあの感じが、ね、ああうう動画の時も出てて、そうですよね。どうなんでしょうね。お父さんのなんかねあの名を汚しちゃいけないってすごく思うんだって、うん、お父さん本当に尊敬してるって。いやそんなねもうそんなのどんどんね、別にそんなこと気にしなくていいのにね、やりたいことやりゃいいの。あカペさん的にはそんな感じ、そういうふうに思ってますよ。なんかその際にはあのカッペイさんがなさった役の真似を龍之介さん、ね、なんかしてた、ね、そうちょろっと見ました ありがとうございます。その声もそっくりってね。そうなんですよ、コメントもたくさんついて。そうなんですよ、なんかねそうデビューした頃のっていうかなんかランマとかやってた頃の感じに似てるかなとかって思うんですけどもね、うん、まあなかなかチャンスがねやっぱ今数多いしね声優さんもね。いや前の子って大変だと思いますね、うん、いや大変だと思う、本当大変だと思う。なんか自分なんかもう今の時代だったら絶対デビューできないと思う。これもう本当なんか皆さん口を揃えてこの間だと金井美香さんも同じことをおっしゃってたりとか、うん、だってうちらがデビューした頃って多分声優さんの数で400とか500ぐらいだったと思うんですよ。もう今もう2桁ぐらい違いますもんね。ネットとかもすごく盛んになってるからこう自分で活動してる方とかも入れるともっと多いんじゃないですか。であの頃って本当に年間でそんなに10人もあの新しい子って出てこなかったんで、なんとなくこう業界がなんか育ててくれたっていう感じはあるんですけどね。なんか一人出てくるとうちらの頃って芝居一生懸命やっときゃなんとかなったんですよ。お芝居がやっぱり勝負、そこでしか勝負してなかったからそこをやっぱりしっかりやるっていうのが一番のポイントだったんだけど、今やっぱそれだけじゃダメじゃないですか。なんかプラスアルファ持ってないと出てこれなくなってるんで、それ考えるとねやっぱうん、いや今のうちあの頃のデビューでよかったなと思いますよ。そんなことはないと思いますけど、でも本当に若手は大変だなって、はい、すごい思う。いやもう本当に、うんね、若手で言ったら茜ちゃんもデビューしましたもんね。ね、龍はあのアトミコムキの方で頑張ってるんですけどもね、あの娘は自分のところっていうかちょうどこうその仕事みたいなのがこうポンと入ってきた時にどこもこう所属してなかったんで、じゃ あの窓口であのとりあえず悟空でやるよってやってるうちになんかあの宇宙なんちゃらこてつくんが、あの決まったんで、じゃあそのまんまじゃあこっちに入れとこうかっていう感じになりましたね、うん、宇宙なんちゃらこてつくんあれですよね。私ちょっとウィキペディアで見たらカッペさん主役受けられて、でもおじいちゃんになったって、ね、あのそうそう主役受けたっていうかね、あの元々もこてつくんは女性でっていう話だったんだけど、俺が強引にあのこてつもを取って送りつけた。もともとあのおじいちゃんでオファー来てた。あ、そう、じゃあおじいちゃんでオファー来てたんですね。そうなんですね。面白い、なんかほわっとした今までの可愛いんですよ、はいはい、ね、今までのアニメとちょっと違う、なんかこう緩いというか、もともとあの原作を書いてらっしゃるあの西村雄二さんっていうイラストレーターさんなんですけど、はい、だから僕好きなんですよすごく、うん、その方の初のアニメ化っていうか漫画かみたいなねやつでやってる作品だったんでね、これは何としてもあの参加したいなと思いつつそう、それでうちの方にオーディション来た時に一人1キャラで受けていいですよっていう話だったんで、じゃああの茜も受けるっていう感じで受けて、茜はお玉好きだったんですよ、うん、その自分が今やってるやつ、だから最初僕だからどうせだったらこてつで受ければって言ったんだけど、あのお玉が好きだからお玉で受けてみたいっつってお玉で受けて、うん
でお玉で取ってね。すごいっすね。これ俺に来たオーディションで、ついでに受ければって言ったんだけど、なんかまるで俺が茜のバーターで入ったみたいな。しかもなんなら私今ちょっと気づいたんですけど、一人一役でって言ったのに、確かに一人一役社長。やっぱそういうところですかね。やだよね。いやなんかそのなんかなんていうのかね、なんか少しそんぐらいなんか許してもらえるかなみたいなちょっと考え方ね。ちょうどだからあれ、これが配信がいつぐらいからなんですか？6月真ん中ぐらいの予定だよね、うん、真ん中ぐらいから、ね、っていうことはじゃあもう多分ね、お玉が出だしてますね、アニメの方が。じゃあ皆さんぜひ、はい、概要欄にも公式サイトの URL 貼っておきますので、はい、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ありがとうございます。最後にちょっと落語も、うん、ののやっぱりペペさんってのお名前ね、はいはい、で落語されてるじゃないですか、うん、ご家族でもねされてて、うん、そうでもね、落語もまるっともう1年以上やってなかったですね。この間久しぶりに林家ケーキさんの会に行って久しぶりに一席やりましたね、うんうん、やっぱ1年やらないと忘れるね、うん、ですよね、うん、どれできるかなと思ってさらおうとしても、うん、やっぱり全部最後まで通してできるのがなんか自信持ってやれるのがうわねえと思って、本当にまたねなんかの機会でやらなきゃなとは思うんだけど、またね今ちょっとね舞台の方が楽しくなってきちゃってね。そうですね。またでもねどっかで俺見てやっぱり落語もやりたいなとは思うんですけど、あでも逆に落語も今今度茜が6月の後半ぐらいだったかもしれないですけれども、25日か、6月25日ぐらいにやっぱ白野師匠と一緒に会で女性ばかりの会っていうのに出るみたいです。ツイッターとかを見てもらったら僕もリツイートとかしてると思うんで。そうですね、もしよかったら、はい、白野師匠がツイッターでその告知もしてるみたいなんだ、はい、乙女会ですかね、はいはい、そうですそうです。あ素晴らしい情報、いやいやとんでもないです。いやとんでもないです。概要欄にも貼っておきますので皆さんチェックお願いします。ありがとうございます、はい、ちなみに舞台はこの後予定あるんですか？この後は決まってるのは、11月にここのところずっと出させてもらってるグワイニャオさんの舞台が決まってますね、はい、またそれまでの間にちょっと朗読劇はいくつかあるかもしれないですけれども、はい、じゃあそういうのは随時ちょっとツイッターを、うん、そうですね、はい、チェックしていただいて、はい、っていうことになりますかね。ぜひぜひお願いします、はい、それではそろそろお時間かなというところでございまして、すみません、ありがとうございます、はい、ごめんね、なんかいろいろ宣伝させてもらっちゃって、いやいやもうそんなとんでもないです。もうお話を伺えて光栄だったんですが、最後にですね、このチャンネルってやっぱりもうそうそうたる声優の皆さんに出ていただいてるってことで、はい、声優の卵の方もいっぱい見てくださってるんですよ、はい、そんな方にさっき冒頭にも、うん、いや何もやばくないですけど冒頭にもやっぱ今の時代大変だっていう話もあったじゃないですか、うん、なので、うん、ちょっと今のその目指してるとかもう成り立てっていう卵の方々にこれ気をつけなとか、うん、なんかアドバイスがあれば一言いただければなと思うんですけど。そうですね、なんだろうかね。でもやっぱりまあいろいろ求められるけれども、やっぱ根底はやっぱ芝居に持っててほしいなとは思いますね、はい、なんかついついどうしてもこう声優さんだからなんか声の方がこう先行しちゃうんだけど、はい、もちろんそのキャラクターに合った声を出すっていうのはとても大事なことではあるんだけれども、その前になんかお芝居ありきでこの声に変わるっていう風に思ってもらえたりすると嬉しいかなって、うんうん、声が第一にちょっとなんかならない方がいいかなって思ったりとか、はい、うん、思いますけれども、あとはね大変かもしれないけれども、それだけたくさんチャンスもあると思えば、はい、うん、なんかいろんなものにねチャレンジしてって、なんか自分の中でこう好きなことだけしかやらない人ってすごく多いんですよ。音楽とかでも好きなジャンルばっかり聞くっていう、でも時にちょっと別のものに手を出してみるとかすると意外となんかそこからまた新しい発見とかあるので、なのでこう面白いですよね、いろいろアンテナ張っとくと。あとはもう一つはこうプラス思考を持っとくのがすごく大事かなっていう、はい、うん、割とねここタフじゃないとやっていけないからって基本的に人間ってマイナス思考ない人多いっていうか、マイナスには引きずられやすいけど、プラスに物事を考えるのって、そのプラスに物事を考えるようにやっぱ努力してやっぱ自分をそっちに転換させないと、なかなかもともとからプラス思考の人って少ないと思いますよ。なんか無理して今もう自分の目の前に起こってる状況とかが全部自分にとって最終的にプラスになるために起こってるっていう風に
なんかこう自分に思い込ますっていうか、オーディションなんか落ちたらへこむじゃん。へこみます。でもなんかそれの時にその、うん、じゃあへこんでそのまんまでもうダメなんだって思うんじゃなくって、もう本当にキャスティングなんてのはバランスだから、うん、なんでそこでそういうふうにもうそれをずっと引きずって落ち込むんじゃなくて、あ、そっか、もっとこの先に多分同じ時間帯にもっとすごくいい役が入ってくるから、今多分神様がこれはやんなくていいよって言ってるんだって、あげといてくれたんだっていう、そう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 、っていうふうにこう自分にこう思い込ますっていうか、うん、そうやってこう気持ちを前に持っていくっていう、なんかそういうプラス思考っていうかね。だからカッペさん太陽みたいなのが、うん、なんですかね。いやいやいや、本当にその秘訣が今聞けたような気が、ね、やっぱりそのカッペさんの言葉、いやいや、重みがあるというか、ずしんときますね。いやいや、人間軽いから。いやいや、本当にじゃあ皆さんもね、本当これで勇気づけられたと思います。ありがとうございます。いい、ありがとうございます。というわけでですね、このチャンネルではもう今回はカッペさん来ていただきましたし、今後も素敵なゲストの皆さんお呼びして、はい、もういろんな話を伺ってみようと思いますので、うん、ぜひチャンネル登録、はい、そして高評価もよろしくお願いいたします、うん、チャンネル登録もね、高評価ね、 ありがとう、言われたよ、みんなチャンネル登録してね、カッペさんが言ってるですから皆さん。、はい、コメントもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。改めまして今回ゲストには声優山口カッペさんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら、バイバーイ。